男の子はこっちの部屋、女の子はこっちの部屋でございます。はーい。あんたたち、はしゃいでうるさくすると怒るからね。おやすみ。なんだよ、偉そうに。ひょっほー、窓際取れ。俺は真ん中だな。もう腹減っちゃった。今夕食終わったとこだぞ。だって、枕投げやろうぜ、な、な。にゃろー、死神相手に糸目を。玉が減るじゃねえか。ここのベッド大きくて気持ちいい。ふかふか。さあ美容体操でもすっかな。さんぜー、せーの、わっせ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 。リズちゃんたち毎晩やってるんだ。だからスタイル抜群なのね。私もやろっかな。おー、スタイルを気にしてるってことは、さては好きなやつでもできたんかい。なんでそうなるの。マカちゃん、本当？誰誰誰。ほーら、みんな聞きたがってるぞ。だからいないよ。いいからいいから。だからいないってば。さっさとゲロしちまいな、楽になるぜ。だからいないって。みんなとお泊まりはやっぱり楽しいな。明日もきっといい日になるな。武器を取って立ち上がれ。目指す敵はすぐそこにいる。あなたは誰。すべてのものの生まれた場所。何。その力は地上で一番尊く。その叫びは天をも揺るがす。待って。すぐに立ち上がれ。誰なの、何のことなの、教えて。待って。変な夢見たんだけど。変な夢なら負けねえぜ。そんなんで勝ちたくないから。あれ、キッドは。あ、おかしいな、一緒に部屋出たんだけど。リズとパティもいないわ。三人でどっか行ったんだろ。きっと湖でもお散歩してるんですわ。きっと楽しい楽しい時間を過ごしてるはずよ。そうかな。うーん、頭切れ。飲みすぎですよ、あんなに飲まなくったって。ねえ、口当たりがいいもんだからつい。あーたたたたた。いつまで飲んでたのよ。8時。今じゃん。あーたたたたた。というわけで、今日はこのホールにある古今東西の武器どれでもいい、好きなものを10個選んで、その製造者使用者の戦歴をまとめ上げるんだ。頑張ってやらなくちゃ。私も頑張らなくちゃ。俺10個なんか無理だよ。なんだソウル、できないのか。お前が言うな。だったら20個。うかうかしてると20個終わりませんよ。そうそう、じゃ頑張って。くっそ、20個かよ、遊べねえじゃん。キッドの野郎まだ戻ってこねえ。あの野郎絶対バックれやがった。ちょっと調べ物に行ってきます。本当に科学者ってな、研究熱心だね。でどこに。ルーブル美術館まで。ルーブル美術館。あ、芸術に目覚めちゃったわけ。まあそんなところです。俺はキャバクラでも探しに行くか。またマカちゃんに怒られますよ。チクったら殺すぞ。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。もしかしたらあいつは。そろそろ休憩だな。まだ3つしか終わってないじゃないの。弱い奴らのことなんて調べたってしょうがねえし。でもどれも名だたる武器ばかりなのよ。本当に強い武器なら今でも現役だろ。そうそう。まあそれもそうかもね。だろ。でも20個クリアしないと落第しちゃうのよ。私は落第したくないの。相棒の成績も評価に加味されるんだから、ちゃんとやってよね。さっさとやらないとあんたも展示ケースに突っ込むわよ。わかったよ。キッドたちどこ遊びに行ったのかな。
おい、誰か、どなたか来てえな、頼み聞いてえな。おい、エースの3カード。げ、マジ？俺は勝負の場ではどんな上司に対しても接待プレイはしない。そんな男だった。8連敗。シド君、イカ様やってんじゃないの？死神様、運が悪いんすよ。はい、死神武器職人専門学校。あ、毎度お世話になってます。フクロウ観光です。ああ、どうも。この度は誠に申し訳ありません。は？あの、私パリ行き C グループの添乗員をやるものなんですが、ちょっと事件に巻き込まれまして、今朝戻ってきたものですから。パリ行き C グループ？モコちゃんたちだ。お知らせの通り、明日間違いなくお迎えに伺いますので。いやー、みんな昨日元気に出かけましたよ。お宅の担当の方もめっちゃくっちゃくっちゃ美人で。出かけましたって出発してるんですか？あれ、おかしいな。あらあら、なんか問題あったの？おい、マカなあ。うるさい、ちゃんと課題やって。そうじゃなくて、やっぱりおかしくないか？何がよ。いつの間にかブラックスターと椿もいないぞ。え？あの二人まだ昼ご飯食べてないはずだ。一食ぐらい食べなくたって。ブラックスターが飯も食わないでいられるはずねえよ。食べ終わった瞬間に腹減ったって言い出すやつだぜ。一食抜いただけで大事件だろ。それもそうね。みんなどこ行っちゃったんだ？にゃおにゃお。みんなここの地下に行ったみたいだよ。ブレア、本当？本当。にゃんか面白いとこに行っちゃったかと思ったから、お部屋から匂いをたどって行ったの。地下って、あのポセイドンの変なやつのとこか？でもなんで地下なんかに行くんだよ。別に面白いものなんて何にもないじゃん。わかんない。でも、あの隣ににゃんか別の部屋があったの。いやー、にゃ匂いがしたから帰ってきちゃった。隣に別の部屋？嫌な匂い？でももう一人イニャクニャっちゃった人がいるよ。もう一人？もう一人って誰だよそれ。人なんかあるな。行ってみるか。うん。当ルーブル美術館は間もなく閉館時間となります。またのご来場をお待ちしております。お客様、間もなくすぐ終わる。間違いない、絶対に。あった、これだ、この絵だ。1606年、作者不明、タイトル13番目の処刑囚。魔女狩りで処刑された13番目の魔女の肖像画が、火炙りされたものの2週間苦しみ続け、世を呪い続け、復讐することを叫び続け、教会を恐怖に陥れた女が、この顔確かに似ている。名前はソフィアレッサ・バルキュ。ソフィアレッサ。